皆さんこんにちは、ツッコミゴールドです。もういつも俺の動画見てくれてる20代の若くて可愛い女性たち、ありがとうございます。そして20代ということは、まあ、そろそろ結婚のことを考えてるんじゃないですか。それでまあ日本人の可愛い女性たちはね、結婚するときに大きな選択肢があります。それは日本人と結婚するか外人と結婚するこれ日本人の女性の一番大きい選択となります。で、今の若い女性たちはやっぱりなんか外国の男性はなんかレディーズファーストで、なんかロマンチックでちょっと優しい、だから外人と結婚したいなと思ってる女性もいると思うんですけど、そうする前にちょっと待った。全然いいんだけど、全然いいんだけど、この前俺フォートナイトのゲーム実況ライブ配信やってたんだけど、その時になんか日本と海外の文化の違いの話になって、でその時俺ビール飲んでたから、ビール飲んでちょっと感情的になって、めっちゃ偉そうに文化の違いとか日本人の女性は外国人と結婚してうまくいかない理由とかについてもめっちゃ語り始めて、そしてそれを動画にしようと思って今やってるんだけど、この後にそのゲームのライブ配信の時の映像も一応流す。なんかゲームの中で感情的になった方はうまく伝えられるかもしれないから、一応ゲームの映像もこの後に見せるね。そしてもちろん日本人の女性が外国人と結婚して全然うまくいく場合もたくさんあります。うまくいかない場合もあるし、そういうちょっとうまくいかないとこ俺も見てきたし、そして俺はそういう直接の経験ないから、結婚してないからね。俺日本人と結婚しても文化の違いあるかな、そんなに、もうそんなにないかも。日本に慣れすぎたかも。日本人の女性は最初なんか外国人と接するときは結構日本人の男性と違うと思う。日本人の男性は結構冷たいとかあるし、なんか女性より男の方が偉いという思考まだ残ってるかもしれない、日本には。でも海外の方は、しかもヨーロッパの男性たちもなんか女の子大好きで女の子が大好きで、レイディーズファーストって感じで、なんか本当にお姫様のような扱いしてくれるから、それが嬉しいし、なんか花束でもくれたりすると思うので、もう日本人の女性はそれで惚れちゃいます。はい、なんか外国人の方はなんか格好をつけずにただ愛を示す、それで結婚しても ずっとうまくいけたらいいと思ってるんだけど、たまにうまくいかない場合もあって、そしてその理由について俺様は考えたんだけど、やっぱりさ、文化の違いは大きいと思います。付き合ってる時とかなんかデートとか、そこまで文化の違いはないと思うんだけど、結婚して家庭の話になってくると、日本は特徴、日本は日本なりの特別な家庭がある、日本の家庭ですっていうのがあって、それは外国と全く違う。まあただの一つの推理なんだけど、多分日本人は小学生の時から頑張って英語を覚えようとしてる。だから外国人と付き合う時になると、まあ日本語を覚えてくれる外国人もいるんだけど、結構日本人の方は英語を喋れて、だから日常の会話が英語になってしまう。そして日常の会話が英語になったら、やっぱり家庭も家内の文化、家庭のやり方が外国人っぽくなると思います。そして頑張って英語を話そうとしてる日本人の女性は大変だと思う。なんかそっちの方が英語が上手いから日常の会話は英語になってるけど、そうなると英語になるとずっと旦那の方が言葉上手いってことになる。ずっとなんか喧嘩するときさ、英語で喧嘩するなら英語のペラペラの旦那の方が言いたいこととか言いたい愚痴とか何でもすぐにペラペラバーバーバーってしゃべれるじゃん。
上司の方は結構考えて答えなくちゃいけないし、なんかそこちょっとおかしいんだろうと思ってもすぐそれ伝えられないし言い返せないし、でなんか言い返せなかった瞬間が過ぎていってまた話が変わっていくのも、なんか毎回その流れになると結構イラッとくると思う。なんか毎回の喧嘩とか毎回のちょっとした愚痴とか言い合いで毎回なんか負けてるみたいな感じになるし、そしてその上になんか日本の家庭はさ、なんかまあたまに味噌汁、美味しい味噌汁がある家とか、もちろん玄関で靴脱ぐとか夜にお風呂の順番とか、なんかそういうまあそういう家庭的のところが結構落ち着くと思う、誰でも。でもなんか家庭もなんか外人の家庭みたいな感じになってたら、結構日本人の女性は何年経ったら結構日本人の方はちょっと気持ちいっぱいいっぱいになるんじゃないかと思う。なんか結構そのまあ最初なんか旦那は優しくてなんかすごくいい人なんだけど、やっぱり幸せっていうのはその大きいものじゃなくて日常の小さなことで幸せが決まるわけ。そしてなんか家庭の日常の小さなところで気持ちいっぱいになってるから、いやって英語で伝えられる。なんか俺は結構英語うまいんですけど、俺でも自分の外国人の友達、外国人ってオーストラリア人まあ俺から外国人じゃないけど、まあややこしい、俺の外国人の友達にでも英語でその日本の家庭とかそういう日常とかそういうのをうまく説明できないかも、なんか英語うまくてもだから頑張って英語喋ってる日本人の女性は大変だと思う。本当に男性の方が、まあ、日本語うまくてずっと日本語だったら多分女性の方が楽だし、なんか喧嘩になるともうすぐ言いたいことを言い話すこともできるし、何でも突っ込めるし、でも日常は英語だと日本人の女性は気持ちいっぱいになる上にそれ伝えられない。でそのどんだけそしてその旦那から愛情があってもやっぱ分かってほしいこと分かってもらえないのが辛くて大変だと思います。だから日本人の女性は外国人と結婚して英語で話していくんだったら結構我慢するところはたくさんあるし、ある程度覚悟しといた方がいいかなと思って、まあ全然外国人と結婚するなっていうわけじゃないからね。外国人と結婚するならちゃんと日本語喋れるし日本の文化分かってる人の方だったら楽かもしれないっていうことかな。まあみんな好きにしろ好きにしろ。でもこのチャンネルの登録者という人たちはもちろん他の人と結婚したらダメですよ。僕と結婚するんだからね。よし、まあそんな感じかな。ね、ちょっと考えて思いついたことなんでけど、みんなちょっとみんなの意見聞きたい。みんなちょっとコメントしてこの動画、どう思いますか。これ日本人、これ女性が外国人と結婚する設定でどうですかね。みんなもちろんうまくいく場合たくさんあるし、だからねもうコメント欄で、いや私の友達は外国人と結婚してうまくいってるんですけどみたいな、そういうコメントやめてくれ。だからうまくいく場合はたくさんある、そして俺うまくいってほしいだからな。わかった。でじゃあこの後フォートナイトやってる時の動画も流すね。その時ももうちょっと感情的で、その時は本当に酔っ払ってずっと偉そうに日本の文化について語ってたからね、面白いよ。じゃあみんなまたね。日本人の女の子好きなの？まあそれははいと答えるしかないな。なんか日本の文化とか喋り方会話とか日本語の方が慣れちゃって、逆になんか
日本英語ではなんかその恋愛的に話すことができない俺。なんていう女性にモテるか。いや彼女いるから全然そういうのはいいんだけど、もうあの俺多分日本人以外と付き合えん。なんか文化の違いって言ったらおかしいのかな、俺外人だから。うわ、あのまあ文化の違い、もう日本の文化が良くて、その日常それが好きで、白人とか日本人以外付き合えん、なんか話し合えないと思う。なんか日本人たちはみんな話分かる。英語はさすがに忘れないけど、ずっと日本語喋ってると英語はすぐに出てこない時もある。なんかおおみたいな、ちょっとためらう時もあるけど、それぐらい。人の足音をしとったけど、日本人女性が外国人の男の人が優しくていいって言ってるのと同じだな。でもみんな優しいと限らない。最初はめっちゃいる。日本はとっても不思議な国ですからね。そう。まあなんか最初、まあ俺多分間違ってるかもしれないけど、日本人の女性は最初外人と付き合うときはめっちゃ優しいで惚れると思うんだけど、結婚して生活することになったらちょっと大変になると思う。そういう日本人の日常のとこ分かってないと、女性の方が気持ちいっぱいいっぱいになると思う。なんか小さいのことがで、なんか小さなことのなんか良さ分かってないとダメ。あのみんな夜にお風呂入る順番とか、家入るときに靴脱ぐとか、ご飯の支度とか、なんかいろいろ日本の家庭とかいろいろなんか設定されてる。で外国どんだけ優しい人でもやっぱ外国人はそれは分からないじゃん。そして多分結局女性の方はもともと頑張って英語を覚えて、家庭でも家の中でもあの英語喋ってると思う。だからなんか合わせてることが多いと思う。外人の旦那に合わせてることが多いと思う、日本人の女性で。それで数年なんか経って自分の落ち着く家庭が作り上げられてないから、ちょっと気持ちいっぱいいっぱいになるし、なんで気持ちいっぱいいっぱいになってるか、なんか自分の旦那にも話聞いてもらえないし、外人では分からないから
ていうのあって離婚するとこ、こともあるっていう勝手に喋ってるけど、ゴード、どう思うみんな。まあ、何が言いたいんだろう、ゴード。なんとなくわかるかな、みんな。うまく言ってるかな。なんか、まあ、とにかく、ほぼ、その、日本人の女の子と、外人の男性と付き合ってるときに、ほぼ女性の方が、まあ、あの昔から英語の勉強して、女性の方が英語がうまいから、日常は英語で英語になるけど、結局さ、あの言葉うまい方が不利になるわけ。あの女の子の方が英語うまかったら日常の言葉は英語になる。で、日常の言葉は英語になったら、あのその旦那さん、その外人の方が英語がうまいわけ。ただ日常の会話は旦那の方が得意方になって、喧嘩する時もさ英語で、あの自分の思ってること、男の方が毎回あの簡単に言えるわけ。でもなんか日本人の気持ちなかなか英語で伝えられない女性の方が辛いじゃん。でもその女性が、その女性の方が英語が上手いから全部英語になっちゃって、そっちも頑張ってるわけ。でもやっぱそれでもなんかちょっと分かってほしいというとこは分かってもらえないのが多くて辛いだと思うけど、まあ全然うまくいく関係もあると思うけど、逆に そこで頑張る男性もいると思うんで、そう気張るとか気を使おうとかそういうのが外人は分からないから、何言ってんだみたいな感じになるとか、表とかなんか裏あるじゃん。まあ難しいと思う。最初多分ぶっちゃけ、まあ間違ってること言うかもしれないけど、多分外国人の男性の方が優しいと思う、最終的には。でも分からないことは分からない。どんだけ優しい人でもなんか日常の流れが大事、人間っていうのは。日常の流れがスムーズにいってたら落ち着くし、あの外のストレスが解ける、家に帰ってから。もう夜、なんか夜のみんなでのお風呂の順番でもストレス解けるでしょ。なんか家に帰ってきたっていう感じ。でもそれ外人がわからないんだ。なんでこのなんか順番で同じなんかお湯に入るなのかってなるわけじゃん。それでもわかってない。で、そういう日常の小さなことで気持ちいっぱいになる。で、そんなお風呂の順番とか、まあ、例なんだけど、そういう日常の小さなことで気持ちいっぱいになってるって、英語で言える？俺でも言える自信ない。で、俺もう、英語ペラペラの
俺でもなかなか外人に伝えられないことはさ、あの英語と得意から日常は英語で言ってる、あの外国人と結婚した女性は無理じゃん。まあ結局文化の差だけど、あやっぱ文化というのは言葉と混ざってるわけ。ある程度言葉できてないと文化分かりようがないと思う。その日常の小さなニュアンス、まあ俺はめっちゃ偉そうに言ってるけど俺は日本人でもないし、そんなあの日本の文化分かりきったようにあの言ってるけど、まあ一応俺が思ってること、俺たくさんなそういう国際結婚した人と出会う、うまくいい人たくさんいるけど、これ殺されるな。めっちゃ殺された。